漫才師のボケの人の後のツッコミの部分だけコピーして、それをただ覚えてるだけじゃなくて、ボケの部分とセットでツッコミを覚えておかなきゃと意味がないということですね。こんにちは、黒田和之です。今日は、耳コピのおすすめということでですね、4ビートを耳コピで撮ってみる、これがねなかなか難しいんですよね。僕もこういろいろたくさんコピーしてきましたけど、最初のうちは表記をどうしていいか、どこまでコピーしていいかっていうのがすごくわからないと思うんですね。ここら辺を僕なりに工夫した、これは僕のやり方なんですけど、これをどういうふうに書いていくかっていうところを、ご紹介していきたいと思います。今日撮る曲自体はブラシでやってるリー・モーガンのキャンディーを撮るんですけど、このここですね、これシンバルレガートをしていって、でこうここにスニアとバスターを入れると、でこの表記も3連の中抜きで書く人もいれば、こうやって16の4つ目で書く人もいます。フィールのイメージで言うと16の4つ目なイメージ、タカ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 タタ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 タ、これだとちょっと浅い感じがするんで、なので4つ目にしてます。でも別に3つ目で書いても構わないです、意味は一緒です。スイングすればいいってことね。スイングするってことは前が長くなる、なので便宜上こうやって書いてるだけで基本スイングのリズムですよっていうのが分かればいいわけじゃないですか。で頭クラッシュしてスニア、バスドラ、スニアを入れると、叩いていくと1、2、3、ここまでを、こういうふうに書かなきゃいけない。これ結構煩雑ですよね。で見ても何をやりたいのかちょっとこう見えにくい。なのでここのクラッシュは二重線を超えるところは絶対クラッシュするんですね。だからいちいち書かない。よっぽど、シンコペーションをする場合、こういう場合は特筆して書きますけど、二重線してあったら、まあどうしてもここだよって調べ捨てた方書いてもいいけど、書かなくても二重線を超えるときは基本クラッシュするので、クラッシュするしないっていうのは音楽の中では自分のセンスに任されます。そこはあんまり関係ないのね。でここにスニアとバスドラが入ってると。ね、でここにスニアが入ってる。でバスドラっていうのは本当なら手だけ4拍足だけ4拍で成立しなきゃいけないのでこう書くべきだけど、別にスラッシュ書いてあったらここにバスドラが裏にあるってことで書けば、裏か表しかしかないからね。そうするとこういうふうに書けばもうスラッシュの真下に書いたところで書くとかなり簡素に書けますよね。こういう感じですね。これとこれは同じというふうに書いていきます。でポイントは実際やっていた時にそうなんですけど、結局この聞こえた音を取っていくんではなくて、メロディーに対してどう反応してるかっていうところを取るべきなんですね。なので、実際先に見ると、僕はキャンディーパラバリラだったっていうフレーズになってると、ここのメロディーに対してこうアプローチしてるんだなとか、このメロディーの空白の時にこうアプローチしてるんだなとか、これは何のためにやってるんだろうなっていうところを理解してやらないと、結局コピーしたけど使えないってことになりがちなんですね。はい。でドラムソロも、なんでキャンディーを選んだかって、ドラムソロが、組み込まれたメロディーになってるからね。だからこれを取ってみたんですけど、これはもう僕いつも言ってるタドンっていうのですね。 B C、うん、D E で、まあ、アートテイラー多分オルタネートって左右交互でやってると思うんですけど、まあ、ジャズの場合は、基本的にはこの表拍のアクセントは右左左で、右右左裏からで、入りはほとんどのドラマがそうなってるんですが、こうね、裏から入るので、裏から入るので左から入って、で3連叩く時もずっと言わなくて、この感じ、要は基本この表にアクセントないときは右右左で全部叩けば、左から入ってあとはを続けとけば、あとは表のときだけ、こうジャズっぽくなるじゃないですか。なので基本このスタイル、これを中心にして表のアクセント的にあるときはこの手順にして、これで取っていく。で、まあオルタネートの方がこうアクセント的にはですね、非常にこうパワーがあっていいんですけど、ここはもう自由に選んでもらえばいいのかなっていうふうに考えています。なのでこういった形で、簡略的に取っていって、何を意味しているのかをコピーしないと意味がないんですね。なのでただ音取っただけではなかなか使えない。
ポップスの場合はフィルインというのはこういう二重線のところに必ずフィルインというのは起こるので、そのとこに入れていけばいいんですけど、ジャズの場合はメロディーに組み込まれていくので、メロディーとセットで覚えなきゃいけないですね。で、まあここドラムのイントロですね、これは、ウタタドっていうことなので、これで言うとこのデですね、デから始まる。で、デでここから始まると、非常にこれ僕も別の動画でもやったんですけど、頭拍がないとやっぱりみんな混乱してやっぱり事故が起こるので、頭、まあ、これがモチーフですね。何回もこれが出てきます。ドタタドタ。でここやっぱり裏から入ってタドドっていうのはこれは、E になりますね。で、裏からウッウタンタっていう裏裏ってきてタタタドタタタドですね。これ BB ですよ。でここ、まあ、やっぱ裏から入って、これはウタドドドは、この多分この E のここにバスドラを入れて、なんかこう圧力出したかった、要はなんか変形みたいな感じですね。でウタタドタンっていうのはここのバスドラ入れたのやつを抜いたという風な形ですね。やっぱりこう上手い人ってやっぱ同じモチーフをやっぱりたくさん用いて相手に印象に残す感じですね。非常にいいドラムソロだと思います。そしたらメロディーがタータパラバダッタガッガってこう裏裏で来るんですね。タータパンパラバで通すと、ここにスネアが入ることによってここがで、ここはわざと開けてる序盤だから、タータパンパラバレレラッタうんうんパラバデフテッタダパンタバランテッタバラン、これは何かっていうと、ここのバスドラに向かうアプローチですね。パラバラティーズン、こうこうね、うっいきなりタバラティーラっていう風に来るよ。タバラティーっていう風にこう次に向かうアプローチっていう風に考えます。そしたらこれはどうなってるかと、うんとうたんたたんたたうたんたたんた、もうジャズのフレーズですね。これを、多分これここにフラムが入っているので、こうやって叩くとラテンっぽく使える。でこれ2拍3連と中間みたいな、こうね、こうするとラテンとかっていう風に、あ、これこうやって使えるんだみたいな感じですね。なので、手順的に言うとですね、タタドタ、これまた出てきましたね。そしたらこことここは同じモチーフ使ってるってことですよね。だからこう前もって取っていくときに、この人の歌は何なのかっていう、こう伏線とかいっぱい貼られてるの でメロディーに対してどうやって取るかですね。次はタタパッドン、さっきより数増やしたわけですね。タタタラタタタタタタラタタタタタタタ、ここのフレーズから受けて、ウタンウタンドっていう流れですけど、タラララタタタ、これはウタンウタンドン、さっき一発だったけど二発にしてる。一回目のコンピングよりも音数を増やして一段上がった感じにしてるってことで、これはっていうフレーズになってるんですね。これは何かっていうと、ウタンタンタンタタンタタン、タンタンタをこう、これをこう装飾つけて、ウタンタタタタタっていくと、こうするとタタタタっていうので次ホビといくっていう感じ、圧力を増していく。ウタタドタ、またこれ出てきてますね。ウタタドタ、このモチーフをやっぱ使ってるってことですね。なので聞いたことあるなってフレーズをやっぱどん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 インプットしていく。でトラントラン、タン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 、これもラテンとかで使えそうですよね。こんな感じで使えそうですよね。こうやってエッセンスを取り入れていくっていう風にしないと、あんまりこうただそれをやってたらこれ結局忘れちゃうだけだからね。だからこういう風に歌とセットで覚える、モチーフとして、ちゃんと覚えるっていうところがすごい大事です。パッパラタタタタ、パッパラダダバダダパン。
ね、ここはもう完全に、スイングしてベースが4ビートにいってるからシンプルにパッパレーバラバルダッタンタッタラダツッタンツッタンダン、これはもう頭に戻る、なんかウタン一発よりも、2ビートに戻るよっていう意思表示がされてる感じで、今度はタタンタラタラタタダ、今度はバスドラ多めにだんだんこう展開してる感じ、タラタラタツッタンツッタンドンタンツッタン、これは頭に向かって、でタンタンタタン、こういうフレーズですね、タンタンタタン、これシンコペーションですね、タッタダのフレーズとかでしょ、でカンカカンで、ウタタドってつなげます。このウタタドは何かというとデーですね、フレーズのデーで、デーのフレーズを、まあ、フォアみたいに、ね、シンコペーションしてつなげていって、でこの定番のウッタツクタで受けてタッタタッタ、これは右、この右右左を途中で張り込むによって8分音符だけをジャズっぽくしたというフレーズになっています。といった具合に、大事なのは、コンピングをするときにコンピングはメロディーとセットで覚えていないと全く使いどころがないというか、今後も、結局コピーをしたもののその曲じゃないとダメじゃなくて、こういうフレーズのこういう隙間が空いたときにこういうの入れるんだっていうのをインプットしなきゃいけないですね。だからメロディーのリズムを先に書き出すこと、アドリブの掛け合いの勉強をするんであればアドリブのリズムを書き出してそこに対して何をしているのかっていうのをセットで覚えないと意味がないです。だから漫才師のボケの人の後のツッコミの部分だけコピーして、それをただ覚えてるだけじゃなくて、ボケの部分とセットでツッコミを覚えておかなきゃと意味がないということですね。だからこれこういうフレーズですね。でドラムのソロのやり方自体もこうなんていうか、まんま4小節覚えるんじゃなくて、こういうモチーフをよく使うんだ、このモチーフからこれってよくいくんだなとか、つながりがいいんだなとか、こういうフレーズってラテンでも使いそうだな、じゃあこれラテンでも使ってみようかなみたいなのをやっておくと、もうこんだけコピーしただけでもう本当にいろんな曲に たくさんエッセンスを盛り込むことができます。というわけでこんな形で、自分でこの後テーマの方をですねやっていただけるといいかなと思います。これね、フォーバースもやってるし、あとテーマもこの形でやってるので、ぜひ自分でやっていただけたらいいなと思います。というわけで本日は以上になります。今日も最後までご視聴ありがとうございました。